皆さん、こんにちは、こんばんは。知ってエンジョイライフです。実家の濡れ縁といいますか、ちょっとした小さめのウッドデッキが朽ち果ててしまったので、今回新たに作ってみました。さすがに築30年余り経過しますと、いろいろなところにガタが来たり、補修や修繕にお金がかかることがたくさんありまして、これもその一つで、今思えば築10年過ぎたあたりから板が腐り始めてボロボロになってしまったという記憶があります。ですので、今回は耐久性のあるものを作ることにしました。制作の模様をぜひご覧ください。さて、朽ち果てたデッキはすでに撤去し、ここに新しいものを作ります。どれくらいの大きさのものを作るか、サイズを決めます。長さ、奥行き、高さを決めます。高さはサッシの掃き出し位置とします。通常のウッドデッキはこのような束石に90ミリ角の角材を柱として、その上に大引きを乗せてウッドデッキの床材を張るという方法が主流だと思いますが、ここ沖縄では梅雨が長く湿気が多いので、木材が腐りやすい傾向にあります。そこで大引きの代わりに亜鉛角パイプを使うことにしました。亜鉛は鉄よりも耐久性があるため、亜鉛の腐食速度は鉄よりも遅く、メッキパイプは耐用年数が長くなるということらしいです。また、束石の代わりにステンレスのネジ材を使います。あらかじめ墨出しで線を引いてアンカーボルトの位置を決めます。同じく角パイプに穴を開ける位置にも印をつけておきます。パイプに穴を開けるのですが、全ネジの合計より少し大きめの穴を開ける必要があります。こういう金属用のドリルを使用しました。穴を開ける前にドリルの刃先が滑らないようにします。ポンチで叩いておきます。ドリルで穴を開けるのですが、潤滑剤で摩擦熱を抑えながら徐々に穴を開ける必要があります。そうしないと熱で刃が溶けてすぐに使えなくなるからです。1本のパイプに表と裏計8箇所、パイプ2本なので計16箇所の穴を開けます。これ結構大変な作業でした。慌てず、ゆっくり時間をかけて行うと良いです。言い忘れましたが、1本のパイプには横穴を2箇所開けてあります。これは家の壁側にこのパイプを固定するためです。これが表と裏貫通した状態、錆止めスプレーを塗っています。コンクリートに穴を開け、 CT アンカーを打ち込みます。 CT アンカーとはこういうもので、ハンドホルダーという打ち込み棒を使って打ち込み、このように奥で金属が広がり抜けない構造になっています。1本の角パイプを4本の全ネジで支えます。と同時に建物の壁側にもアンカーを落ち込んで、横に倒れないようにする必要があります。後で説明します。このアンカーに全ネジを固定します。
だいたい20ミリくらい入る感じでしょうか。そしてネジにボルトとワッシャーで両側から各パイプを挟みます。このようにすることで高さ調整ができます。あとピン材の上に天板を乗せてサッシの吐き出し口に天板を合わせていきます。これが基準の高さになります。ボルトの調整で簡単に高さ調整ができます。高さを合わせた後、壁側のアンカーボルトの位置に印をつけます。一旦パイプを外しておいて横の壁に穴を開け、アンカーボルトを打ち込みます。一旦外しておいたパイプを入れ直し、今度は横に2本の全ネジで固定します。ご覧のようにグラグラしております。ワッシャーを入れ、ボルトを入れて各パイプを両側から挟み締め付けます。これらの金具はすべてステンレスを使用しております。水平器で確認しながら調整して本締めします。このように束石と大引きが金属になります。このように水平器を当てて全体を調整していきます。その後両側からボルトを締めていきます。両端から水糸を張ります。パイプにはアトピンの位置に印をつけます。各パイプとアトピンを固定するためにこのような皿頭ドリルネジを使用します。
固定する位置に合わせておいてネジを打ち込んで、先が金属に当たっても簡単に貫通できないので一旦抜いてパイプに穴を開ける必要があります。その後打ち込んで締めていきます。使用した天板はセラ岩鉢という材料です。全ネジの上の部分が約5センチくらい出ていますので、サンダーで切る必要がありました。全ネジをカットする専用工具があるみたいですが、持っていないのでサンダーで切ります。切り口はネジ山が崩れているのでボルトを外すことができなくなってしまいます。天板の上と横、それと角をオービタルサンダーで磨きます。このセラガンバットは硬くて耐久性があり、長持ちするため公共の公園などにも使用されているみたいです。しかし欠点もあり、口コミではささくれができやすく、裸足で歩くところには向かないといった声もあります。しかし現地ではこれしか調達できなかったのでこれを使いました。また材質が硬いので施工が難しいなど欠点もあります。だいたい6ミリくらいのナットをスペーサー代わりに置いて、1枚1枚の間にスペースを入れます。そして横の面を合わせて貼ります。こうすることで立体的に見えます。側面を貼った後、天板を固定する動画を撮り忘れてしまいました。申し訳ございません。セラガンバツは硬い素材なので、天板を固定する際下穴を開けないといくつか割れてしまいました。割れた場所は端の部分だけでしたが、面倒でも下穴を開けてネジを打ち込んだ方がいいです。また皿頭を天板に合わせる、あるいは少しねじ込む場合に割れるので、こういったウッドデッキ用皿取り切りというものがあります。これで下穴を開けておくことで割れ防止につながります。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。